59歳からのドローイングダイエット、またまた動画アップしてしまいましたけれども、ダイエットの方は大成功ですね。89キロから始めて、この日が 73.2 ですね。目標の72も切ると思いますよね、これは。大会までこの日がちょうど1週間だからですね。ちょっとボディービル大会なんかに5年ぶりに出てしまいますけれども、まあ、健康管理でですね、大会出ようと思って。やっぱボディービルってこう、でかいっていうイメージがあるけど、脂肪を落とさないといけないからですね。その脂肪を落とすために、このドローイングダイエットってすごく役立ちますね。私の場合はですね。それにこう、腹直筋を入れるとき、腹直筋のトレーニングにもなるんですよね。ドローイングはインナーマッスルである腹横筋で行って、腹直筋はアウターマッスルですから、この違いは明確にしとかないとですね、こうやって早くやるとすごくきついんですよね。一つは息ができないっていうことと、それと腹直筋はやっぱり速筋だからエネルギーがいるんですよね、ぐーっとですね。まあ強い筋肉だけど長い運動はできないのが速筋ですからね。速筋と遅筋の違いを知るためにも、ドローイングっていうのは大事ですね。ドローイングを正確に説明してる人はいないんですよね。ただ単にお腹を引っ込めるだけではなくて、腹横筋を意識するってことですね。まあ腹横筋解剖図とかで見るとですね、背骨の一番近くにあって腰痛防止とかですね、呼吸筋として役立ってますからですね。一つ覚えていることは、まあ、大事ですね。やっぱり健康リテラシーを高めるためにもドローイングとか腹横筋の動きっていうのは理解すべきですね。昔筋トレとかやってたら、もう私筋肉なんかいらないっていう人がたくさんいたんですけども、筋肉がなければ生活できないからですね。まず直立ができないですね。直立するのはアウターマッスルなんですけどもね、もう細かい動きをするのがインナーマッスルで、やっぱインナーマッスルとアウターマッスルの違いぐらいは知っとかないと、まあ日常生活豊かにならないなって感じがしますよね。まあドローイングの説明してる人でも、その、まあ、腹横筋の意味が分かってない人もいる感じもしますけどもね、正しい情報は流した方がいいかなと思いますけど、まあ最近情報が多いからですね、どういう情報を選択していくってことはすごく大事だから、もう私はこう有意義な情報を流したいと思いますので、まあ、ドローイングは一つの健康法としてはすごくいいですね。どこでもできますからですね、車の中でも普段の生活にもですね、私もずっとやってますけどね、すごく健康にいいですから、皆さんもお試しください。